鶴間正幸は、日本の放送作家、著作家、ラジオパーソナリティである。埼玉県熊谷市生まれ。埼玉県立熊谷商業高等学校、東洋大学経営学部小学科卒業。萩本企画所属。放送作家集団、サラダ等の一員。愛称、ケルヨン。構成を担当する、ラジオ番組においては出演もしており、ラジオは、アメリカンでは、 メインパーソナリティの引き立て役、小サ金では青。では、裏の進行役として、それぞれの番組に格べからざる存在となっていた。萩本金一のブレーン、または、金ちゃんファミリーの放送作家と紹介される場合もある。中学時代は、野球部に所属し、3年生の時は、レギュラー部員。高校でも最初は、野球部に入部しようとしていたが、 県内有数の野球競合校であり、近隣からの野球エリートが入部しているので入部しなかった。新入生への入部勧誘で先輩より声をかけられ、その先輩が優しそうな感じがしたので新聞部に入部した。1970年代にはラジオ番組、金ちゃんのドンと言ってみようの常連投稿者であった。1974年、非売品として発行された番組本。 金ちゃんのドンと言ってみようには、高校時代の投稿作品が掲載されている。放送作家を志し、大学在学中に、萩本の住み込み弟子となったが、萩本からは何も教えられず、ひたすら将棋と麻雀の相手だけをさせられる日々が5年間近く続いた。萩本は、鶴間が耐え切ったことを見届けた上で、放送作家としてデビューさせた。鶴間は、金ドン。 の構成を担当していた、大岩章介らの放送作家集団、パジャマ島に参加し、後に、大倉俊春、君塚良一と共に、サラダ島を結成した。1991年、鶴間の発案したサイコロトークが、テレビ番組、ご機嫌用の夏休み企画に取り入れられた。同番組の視聴率は1桁から12%程度へと、上昇し、サイコロトークは、 レギュラーコーナーとして定着。緑色が好きで、服も緑のものを好んで着ていたことから、長らく自身が出演していた、ラジアメ、コサキンのリスナーや出演者には、カエルのキャラクターをもじって、ケロヨンツルマさんと親しまれていた。また、独身であったことを、ラジオ番組内で、揶揄されていたこともあったが、1997年に、結婚した。とっない限り、 構成担当番組、一部のみを列挙する。過去に担当していた番組を含む。ABCDEF、小崎の瞳とエツコ P112 に掲載された、鶴間のプロフィール。ABCDEFGHIJ 系外部リンクを参照。ABCDEFGHIJ 外部リンクを参照。ABCDEFG2008 ABC 年1月31日。 348森山直太郎、鶴間正幸、西川文子2008年1月31日にゲスト出演したラジオ番組ヤンピース公式サイト内放送後期。外部リンクより高校時代に萩本金一氏のラジオ番組でハガキ職人をしていたことをきっかけに萩本氏に指示、放送作家となるという記述あり。 毎日新聞東京遊館1993年1月6日10面、スポーツ放置2007年2月14日20面、放置新聞社、小サ金の瞳とエツコ P112 に掲載された、鶴間のプロフィールより、金ちゃんの全日本仮想大賞と明記。外部リンクでは、金ちゃんの全日本仮想大賞と明記。小サ金の4548でも、 当時の映像を確認することができる。ABCDF e オーディオブック版、有名芸能人が身近に感じるうちは話商品情報、外部リンクでは山勝と明記。2009年3月21日放送分の情報ページ、インターネットアーカイブ2009年3月28日付保存キャッシュより、特別番組時代は構成、レギュラー開講はアドバイザー。 コサキンでは青。終了後の公式ウェブサイトマイナスインターネットアーカイブ2009年4月1日付保存キャッシュより。参考、コサキンの瞳とエツコ目次内制作スタッフクレジット。コサキンの瞳とエツコ P112 に掲載された、鶴間のプロフィールより、斉藤博美のラジオはアメリカンと名記。有名芸能人が、身近に感じるうちは話商品情報。 電子書店パピルスより、ありがとうございます。